株式会社沖縄銀行は、沖縄県那覇市雲寺に本店を置く、新宅平栄の地方銀行。1956年6月、国場幸太郎、大城県吉、宮城西郎、稲峰一郎ら地元財界実力者の主導によって、設立された。県指定金融機関を、琉球銀行と共に各年で受託しているほか、県内自治体で、沖銀が、 指定金融機関を受託するケースも多い。地銀強化名業では1956年と新しい年代に設立されているが、設立当時の沖縄県はアメリカ統治下にあり、いわゆる戦後地銀の制度に基づいて設立されたものではない。日本格付研究所より、絵を取得。全国初の三大疾病保障不住宅ローンやスモールビジネスローンなど、 リテール部門を強化。また一部ローン商品を利用する際、日本赤十字社の献血手帳や、乾燥証明書を店頭に提示すると、借入れ利率が最大2%優遇されるサービスを行っている。ネーミングは、眼獣割引。また、現在も、信託業務の閉営が認められており、金銭信託ゆとりを取り扱っている。近年、 支店の新築移転を積極的に実施しているほか、東配合で無人 ATM 化した店舗を最優人化、またマルチメディアキオスク、ウチナー、ネットによる共同 ATM を増設をするなどしていたが、再び店舗東配合がブランチインブランチの形で進んでいる。現存する県外店舗は東京支店のみとなっている。過去には大阪支店も開設していたが廃止された。 JA 沖縄と ATM 相互提携サービスを行っている。沖銀のカードで JA 沖縄の ATM を利用した場合、逆に JA 沖縄のカードで沖銀 ATM を利用した場合ともに自己カード扱いとなる。また、沖銀と沖縄開放銀行、小座信用金庫、JA 沖縄と合同で、マルチメディアキオスク、ウチナー、ネットによる共同 ATM も展開している。 このほか2014年11月にはセブン銀行との ATM 利用提携を開始した。さらに北海道銀行とも提携を開始した。2015年5月25日からサンリオのリトルツインスターズを起用。2016年7月からは通帳やキャッシュカード沖縄都市モノレールの実社広告ラッピング車両にも登場している。 オッキペは2019年6月20日にサービスを開始したスマートフォンと QR コードを使った決済サービス。専用のアプリと沖縄銀行に口座を持っていれば利用でき、加盟店においてスマートフォンにインストールした専用アプリで表示した QR コードで支払いができるというサービス。横浜銀行や福岡フィナンシャルグループで導入実績のある銀行ペイシステムを活用しており、 ユーザーはそれらの加盟店でも支払いができる。加盟店側も専用端末が不要なので導入コストがクレジットカードなどより安く済み、また手数料も安く設定されているというメリットがある。病院の自動生産機、ATM 以外からのキャッシュアウト、公共料金の支払いといった追加サービスも構想されている。2011年1月、おき銀は NEC 製オープン環状系システムであるバンキングウェブ21の採用を決定するも2014年3月28日開発凍結を発表していた。これまで沖縄県労働金庫も内縄ネット共同 ATM 提携に参加していたが同労金が多工 ATM キャッシュバックサービス実施することに合わせ2010年10月以降順次撤退した。 例えば、横浜銀行の顧客が同行による同様の決済システムは、マペーを使って沖縄県の沖縄銀行に口座を持つオキペ加盟店の飲食代を支払うことができる。ありがとうございます。